かなくなってきた薬を飲み続けてる意味はありますか？一概には答えにくいです。飲み続けることに意味がある薬というのは、精神科の薬に限らずたくさんありますね。飲んで効いてるっていう風な実感がすぐに得られるお薬の方が、本当は割と病気本体に対して役立ってないことっていうのが多かったりするんですよね。飲み続けることの意義というのをあまり判断しない方がいいと思います。先日受診で起死燃料、焦燥感、自傷行為があるため薬が変わりました。セルシン 2mg 寝る前2以上と、ランドセン 1mg 毎食後、フルボキサミン 50mg 食後、トリンテレックス2錠朝、ただベンドジアゼピンが多いかな。自傷行為はかなり減りましたが、先生の一般的な意見をお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ僕ならの話なんですけど、自傷行為が増えてたり焦りがきついということであれば、ベンゾ系をちょっと削って否定系抗精神病薬とか緩く抗てんかん薬の系統とかを使うことがダメだろうかということは、発想としては持つかもしれませんね。やっぱり起死燃料から自傷行為に至るとか焦るとかっていうふうに言われると、まあ、やっぱり衝動性がちょっと増してるのかなっていうふうに思うところがあるので、元気にさせますとかぼんやりさせますっていうよりも、衝動を抑えてくれる方向にちょっと持っていきたいっていうふうに僕なら思うかもしれません。私は双極性障害19年目です。起死燃料がこの前強くなりましたと、耳鳴りも良くならず、薬が多いせいかあまり服薬はできないことで、フィトミンという薬を出されました。効くのでしょうか？厚見先生お疲れ様です。はい、どうなんでしょうか。耳鼻科で耳鳴り用に出される薬みたいですよね。耳鳴りをちょっとでも良くして差し上げようと思って出してもらったのではないかなというふうに思いますね。ただ耳鳴りに詳しい耳鼻科の先生にも聞いた話なんですけど、耳鳴りというのは、耳鳴りを小さくしようと思って頑張ってるうちはでかくなるって。耳鳴りを小さくしようとするのではなく、静かな空間というのをなるべく減らした方がいいと。環境雑音が増えると、耳鳴りはほとんどその環境雑音にかっけされるので、少し賑やかな場所で生活をする。で、もし患者さんの受け入れがいいようであれば、その先生がおっしゃってたのは、耳にね、イヤホンとかを入れて持続的に何かの音を流す、川の流れとか小さな音楽とか、なんかそれはプログラムとかあるみたいなんですけど、そういうふうなものを小さな音で流し続けておくと、そちらの方に意識が集中して、耳鳴りに意識が集中しにくくなって、あまり気にならなくなっていく方がおられますよ、という話をされてましたね。前にご回答をいただいた糖尿病家系の統合失調症を患っているものです。ネットの統合失調症の記事で、一般に統合失調症の薬物療法は抗精神病薬を何種類も併用するのではなく、なるべくシンプルに1種類を使って、量についても効果が得られて、副作用はなるべく少ない容量に調整することが望ましいとされていますが、私は統合失調症の薬だけで、朝昼夕にアリピプラゾール、エビリファイとリスペリドン、寝る前にクエチアピンを飲んでいます。こんなに飲んでいて大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。トータルの量は少ないですね。アリピプラゾール 1mg、リスペリドン 3mg、クエチアピン 50mg、どれも種類としては多いんですけど、少ないと思います。犯罪でしっかり使うっていう風なのが、最近の比較的主流の考え方だとは思うんですよ。例えばエビリファイだったら、エビリファイをしっかり 30mg 使う、クエチアピンだったら、統合失調症だったら 300mg 以上は使うとかね、リスペリドンだったら 6mg とか 9mg ぐらい使うとかね、そういうふうに単剤でしっかり通した量まで効果があるまで使うっていうやり方が一般的だとは思うんですけど、分割している場合っていうのは大抵何か副作用で十分な量を1種類上げられなかったりとかっていうふうなことを含めた意図があることが多いと思うんです。この場ではちょっと意図はよくわからないです。なので、もしよかったら、私の薬が少しずつ何種類かに分かれているのって、何か先生って目的を持ってやってらっしゃるんですかっていうふうに聞いてみられたら、僕はいいんじゃないかなと思いますね。まあ、なんというのか、例えばこれクエチアピンだけが 300mg とか入ってる状態よりは、アリピプラゾールとかリスペリドンが入ってるっていうので、糖尿病のリスクに関しては軽減されてるっていう見方もできますからね。初見正彦の動画。うつ病、糖尿、睡眠時無呼吸症候群があります。眠れず悪夢を見るので、リボトリールを処方されました。ムズムザ症候群で、さらにリボトリールが増えました。1から3ミリグラムを自己調整で飲んでいいと言われているのですが、ムズムザ症は治りません。
他に薬は出さないと言われ、糖尿病と睡眠を見てもらっている先生の方に相談したら、ニュープロパッチを出してくれたのですが、かぶれるし、眠気がひどく、先生の場合、ムズムズ症候群には何を出されますか？はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ大事なことなんですけど、血液検査をして鉄の有無を測りましょう。血液検査をして鉄不足の有無を測ってないのに薬を出すかどうかっていうのは、まあ、そもそも第一歩目から睡眠医学の専門家としてはフライングじゃないのっていうふうに思います。ムズムズ症候群、まあ、特に女性の方なのであれば、鉄不足によって起こっていることっていうのが、まあ、少なからずありますので、かなりきつめに治療します。フェリチンっていうふうなものを測定して、血中のフェリチンが75ナノグラムパーミリリットルっていうのを切ってるようであれば、まあ、75を切ってるようであればね、基本的には鉄の補充で、明らかな貧血があるようであれば、どっかから出血してないかどうかのチェックなんですよ。これをやってから、対症療法の薬を使います。なので、まず鉄不足があるかどうか、出血を探さなくてもいい程度の鉄不足かどうかの確認ですね。出血を探さなくてもいい程度の鉄不足だったら、鉄の補充が一番目です。何出すかだっていう話で言えば、だから、第一選択は、鉄不足がある方なら、鉄なんですよ。で、第二選択ですね。最近の考え方は、アルファ2デルタリガンドといって、もともと転換の薬です。こんな言い方はあれですけど、リボトリールも、ニュープロパッチも、最近は第一選択には、睡眠の専門医としてはしないことが多いです。理由があり、リボトリールはベンドジアゼピン系の薬ですから、仮に効いたとしてもデメリットがある可能性がありますね。なので、何か特殊なね、不安が強かったりとかっていうふうな理由がない限り、リボトリールを一番目から出すことは睡眠の専門医はあまりしない。ニュープロパッチはかつて第一選択です。これドパミンを強化する薬ですけど、かつて第一選択だったんですけど、すごくクリアにバサッと効く方おられるんですが、使っている間に効果が減弱してくる、弱っていったりとか、使えば使うほど逆にムズムズの症状が悪くなってくるっていうのが、数年間投与し続けると起こる場合があるので、こういうお薬というのも最近は第一選択にするということは減ってきてます。で、結果的には、転換の治療に昔は使われてた薬を、少々応用して作られたようなレグナイトっていうようなタイプのお薬とかを今は第一選択にすることが多くなってるなというふうに思いますね。ただこれも結構効く効かないに個人差があると眠気はやっぱりそれなりに強いので、そういう意味で言うとそれがダメな場合にはやっぱりニュープロパッチとか DC フロールといったようなドパミン系の薬を使わざるを得ないこともあったりします。1年ほど慢性過換気症候群、治療ワイパックスとドグマチエルドのレッサンすると、はい、症状は自律神経の乱れにより鼻が腫れ一日中鼻詰まり苦しいですと、動けない話せないですと、先生がドグマチエルが効かなければこれに変えてオランザピンとおっしゃっていましたが、ドグマチエルは今一応ですが増やして様子を見た方が良いということでしょうか、もし増やすならどのぐらい増やせばいいでしょうか。まあ最後は主治医の先生とのご相談だとは思いますけど、ドグマチールを増やすっていうのもありだとは思うんですよ。抗うつ効果とかはあると思うんで。ただ、まあ、これ不安と関連した症状ではないかなっていう気がするんで、少し抗不安作用があるようなお薬できればベンドジアゼピン一辺倒ではなくてね、そういう風な方向性に振った方がいいと思うので、まあ、オランザピンとか SSRI はどうでしょうというような、まあ、提案をしたというところですね。まあ、主治医の先生とはちゃんと相談しましょうよ。初見雅彦の動画。赤指示やか分かりませんが夜中トイレに頻繁に起きます。薬の副作用でしょうか？これもちょっと何とも言えないんですけど、夜間頻尿に関して言うと、泌尿器科的な問題がある場合と、睡眠時無呼吸みたいなおしっこの量が増えるような病気である場合と、薬の影響がある場合といろんな可能性がありますね。なので、やっぱり主治医の先生とちゃんと相談されて、お薬の影響として頻尿になる可能性があるんですかということは、まあ、そのままダイレクトにきちんと確認しておかれた方がいいような気はしますね。効かなくなってきた薬を飲み続けている意味はありますか？ちょっと一概には答えにくいです。効きにくくなっている薬の種類にもよるんですけど、効いてる感がしていなくても、飲み続けることに、意味がある薬というのは、精神科の薬に限らずたくさんありますね。どちらかといえば、飲んで効いてるっていう風な実感がすぐに得られるお薬の方が、本当は割と病気本体に対して役立ってないことっていうのが多かったりするんですよね。代表がベンドジアゼピンなんですけど、効いてる感があるかないかっていう風なことで飲み続けることの意義というのをあまり判断しない方がいいと思います。ただ大事なことは、
効いてる感がない薬を飲んでる意味があるのかなと今思っちゃってることだと思うんです。なので、そういうふうに思いがちなんですけど、どういうふうにこれから考えて薬や病気と向き合っていったらいいのかなっていうことを主治医の先生ときちんと話し合っておかれるっていうことはすごく大事かなと思いますね。